A little bit, you know, if you can get it out. I ain't gonna say it, cause I'll mess it up. Go ahead, though, James. Yeah. You know what I'm saying? Ionize in the place. Here to do our thing, you know what I'm saying? Step up time. Time to claim something that's real out here, you know what I'm saying? Something that you can live for, you know what I'm saying? Your seeds, you know what I'm saying? と車の仕様はエンジンが RB25 の NEO6 でタービンが HKS の GT2535 でポンカムが入ってますね。あとドラストのサージタンクとワンオフの駅マニで350馬力ぐらいです。でフロントの足回りはブレードの車庫長でバネレートが16キロですね。あとフロントのエンジンメンバーは3センチぐらい上がっていて腹がすらないようになってます。でリアの足回りがメンバーがリジット加工になってて3センチぐらい上がってます。あと各部補強入れて割れないようにしてます。でアームが全部 D ディメンドで当たらないようになってます。でまあ多分人と違うのは前後スタビがついてないことで、多分日産車って車高を下げるとスタビが湾曲して地面に擦っちゃうんで、もうするの嫌なんで外しちゃってます。でそれのおかげで多分整備性もかなり上がってて車庫帳とかすぐ外せるようになってますね。走りの面でフロントのスタビ取るとかなりハンドルの入りが良くなって、リアの足回りも動きが良くなって、タイヤの接地面が今キャンバーが10度ぐらいついてるんですけど半分ぐらい接地しますね。悪いところが全然スタビなしで感じたことがないです。なんで車高を下げるかって言われるとあれなんですけど、まあやっぱ低い方がかっこいいですし目立つなっていうところなんですけど、下げればまた対策するし、対策したらまた下げるしっていう、まあ下げても下げても終わりがないところが魅力ですかね。Some situations are bound to give strife. You won't get a harvest if you don't sow seeds. Ill gained wealth brings stress from dirty deeds. The choices that you make will fulfill your needs, but the shit you go through will be hard to believe. Yo.